倉敷防石株式会社は日本の繊維製品の大手メーカー。通称並びに、対外名称は、倉棒。小松原圭太郎、木村俊太郎、大橋、沢三郎らが、大原家などの出資を受け、現在の岡山県倉敷市にて設立。大原家は当時、地元の大地主であり、初代社長に、大原家から大原幸四郎が就任した。ブラジル、インドネシア、タイ、 中国にグループ企業を展開する。クラレは、クラボーの多角経営を目的に、クラボー創業者である大原一族により創業された会社だが、現在は人的、資本関係がなく業務上の関係のみである。クラシキアイビースクエアは、旧クラシキ工場の跡地を活用して建設された施設であり、江戸時代は、クラシキ官所の一部であった。 赤レンガの外壁を覆うツタや、館内の建物等から、工場時代の様子が伺われ、近代化産業遺産にも認定されている。また、倉敷国際ホテルやク倉棒記念館、大原美術館はいずれもクラを棒倉れ及び創業者の大原家が関係している施設である。これらは、倉敷市公式サイトでも、 代表的な観光施設として紹介されており、倉敷市を工業都市だけではなく、観光都市としても発展させる一助となった。現役、退職者合わせて、計7人の社員が、2011年から2015年にかけて、売上高の水増しなどの不正取引を行っていた、ことが2015年11月までに判明。倉敷石は、これらの不正取引などの影響で、 約10億円の売り上げに影響が出ているとしており、役員の処分も検討している。ありがとうございます。